こんにちは。よくしゃべる聞き上手、公認心理師の岩松正文です。今日は大切なお知らせがあって収録をしています。この度6月18日に私の5冊目の著書、13歳からの傾聴力向上バイブルが発売になりました。この本はですね、前の本が書き下ろしだと2018年か19年だったので、もう丸5年か6年弱経ってるかなと思うんですけど、コロナが始まった時期ですね。コロナのちょうど、入り口1月ぐらいに前の本、その聞き方では部下は動きませんの出版記念講演会やってましたので、あれから4年ぐらい経ってるか 4,5 年経ってるかなと思うんですけれども、久しぶりに本が出ました。でこちらの本はですね、どのような本かと言いますと、13歳からの傾聴力向上バイブルということですので、中学生以上の方を対象にした子供でも読める傾聴の本となっています。私自身が今いろんな傾聴の本を持ってるんですけども、その中でも子供向けの傾聴の本っていうのはあまりなくて、子供の話を聞きましょうみたいなのはあるんですけれどもね、子供がこれからまず学校生活の中で仲間とコミュニケーションをするときに傾聴ということをちょっと知っておいたり、あるいは社会に出たときに、新人社会人になった時にですね、新米社会人となった時に、社会人として世の中にデビューする時にですね、こういうことを知っておいてくださってから社会人になれたらよいのかななんていうふうに思っております。とは言いますものの、実は私この本のお話いただいた時、最初はですねちょっとお断りをしました。この本私書いたというのは監修なんですね。監修なので出版社の方とですね、いろいろやり取りをしながら、お話もたくさんインタビューもしていただきながらですね、この本をだんだん作っていったんですけれども、私の教育対象っていうのは基本的に大人だというふうに思っております。私の協会、一般社団法人日本傾聴力開発協会の経営理念の中にもあるんですが、100年後の子どもたちの笑顔を作るための傾聴というふうになっておりまして、100年後の子どもたちの笑顔をどういうふうに作るかっていう、私自身が20年間大事にしてきているのは、まず聞く人が楽であるということが大事じゃないかなというふうに思ってるんですよね。私7年間ぐらい引きこもり支援の NPO の相談員をやってきまして、主にお母さんが多かったんですけども、お母さんとか、あとは時々その子どもたちも実際に来てカウンセリングやったりしてたこともあるんですけど、お母さんやっぱり子どものために必死ですよね。一生懸命分かってあげたいとするし、一生懸命、このね話も聞こうと、聞かなきゃいけないなと思うんだけど、やっぱりいろいろ言いたくなるじゃないですか。例えば引きこもりもそうだし、不登校もそうですしね。でだから傾聴のスキルを学ぶっていうことで、学んでお子さんに傾聴してみようと試みられる方はもちろんいらっしゃるんですけども、もちろんうまくいく方もいらっしゃるんですけど、やっぱり何かこの言いたい気持ちを抑え込むような我慢比べみたいな形になってしまって、またちょっと余計なことを言っちゃったんですと、頭では言っちゃいけないって分かってるんですけどねって悩んでらっしゃる方結構いらっしゃるんですよね。でそういう姿を見て私育ってきたと言いますか、30歳になった頃からずっと傾聴やってきてるもんですから、やっぱり聞く人が無理して頑張って聞くっていうのは、これはなかなか持続不可能な形であって、やっぱ聞く人が楽じゃないと聞けないなっていうふうに私自身はすごく心底思ってるところがあります。なのでね、私がお伝えしてる傾聴ももちろん聞く人が楽になる傾聴ですから、大人の方が楽な気持ちで聞けるようになると、そうすると聞いてもらう子供が本当に楽な気持ちで聞いてもらえるようになる、そういう順番じゃないかなというふうに思っているもんですから、子供が傾聴するっていうことに関してはあまりこう興味がないと言いますが、まずは大人から聞き上手になると。それは大人が頑張って聞き上手になるのではなくて、楽にな気持ちで当たり前に聞けるようになっていく、何のこの苦痛もなくですね聞けるようになっていくってことが大事だなって、こんなふうに思ってたので、子供の傾聴の本ってのはあまりこうイメージができなくてですね、最初はどうかなと思って、一番最初お話しいただいた時は一回ちょっとお断りをしたんですね、正直。でもですね、その後ちょっといろいろやり取りしていく中で、別に13歳からのっていうのは別に13歳だけではなくてね、例えば全く傾聴してない大人の方が当然これを入門書として
を読んでいただいてもいいと思いますし、あと子どもたち同士が別にカウンセリングをするわけではなくて、日々の友達との何気ない会話の中でちょっとね傾聴のことを知っていたら、関わるときに、友達が例えば悩んだり落ち込んでるときに関わるときに困ることが減ればいいなと、それは大事なことかなというふうに思いました。で、私自身も昔からその子供よりは大人の傾聴ってことを言ってきた中で、自己矛盾だなって感じてるところが一つだけあって、まあ大人の傾聴が大事なんですけど、じゃあどこからが大人なのかと、子供からだんだん成長していったときにどこからが大人っていうなのかなって考えたら、社会に出てからっていうふうになるとですね、まあ、その前に傾聴知っておく場所っていうのはあった方がいいなっていうのは正直思ったんですね。だけど、まあ、別に学生さんたちっていうのは傾聴をそんなに深く学ぶ必要もないので、どうしてもこのテクニックの部分ばっかりに意識が向いてしまって、なかなか教育のしようがないなというふうに思ってたところがあってですね、大人になった時点で傾聴してたらいいなと思うんだけども、子供の時に傾聴を教えるっていうのはどうなのかなっていう思いの、そこの、まあ、せめぎ合いが私自身の中にもあってですね、いろいろ悩んだりもしたんですけど、まあだから何て言うんでしょうか、無理なく子供同士でまず聞けると、だから子供が大人の話傾聴するっていうのは全くそれは順番が違うと思ってますから、まあ大人がね楽な気持ちで子供の話を聞けるようになるっていうのがやっぱり先だと。でその時に大人自身が楽になってないと聞けないことなのでね、やっぱり大人から社会って変わるじゃないですか、良くも悪くも、ね、子供からおかしくなっていく社会っていうのは私ないと思ってるので、大人が楽になれば子供も楽になるし、大人がちょっとおかしくなれば子供もおかしくなるって、ね、こういう順番で世の中って動いてると思いますのでね、まあ、その部分は変わらないんですけど、学生のどこかの時期でやっぱり傾聴に触れることは必要かなと思いましてですね、じゃああまりこう無理ないところで分かりやすく、普段はどちらかっていうとこう心理学寄りのこととかが好きなので、そういうことを細かく気にしながらいろいろお伝えするんですけども、まあ、もう少しざっくりとね、13歳からの方が読むという可能性があるわけですから、もう少しこうざっくりと、でもねあんまりこう丸めすぎてもいけないし、そこの塩梅っていうのはちょっとチャレンジだったんですけども、それを意識しながら今回この傾聴力向上バイブルというのを発売することになりまして、実際この動画がアップされている頃には発売になっております。Amazon なんかでももうすでに、ね、販売されてますので、頼めばすぐ来るなというふうに思いますのでね、まあ、お子さんに読ませるというよりは、僕はどちらかというとまずはお子さんとの関係を良くしたい大人の人に読んでもらえたらいいかなというふうに思いますね。でそれで近くに身近にお子さんいればね、その本をシェアしてもらって、回し読みしてもらったりするのもいいのかなというふうに思いますよね。だから学校の先生とか、まあ、保育園幼稚園の先生だとちょっと小さいのでね、ここまで傾聴力必要かなというのはあるんですけど、あとは社会人になったばっかりの、新成人ですかねの方なんかも、これから社会に入っていくときにね、今までと違う形の人間関係っていうのを作るときに、13歳からのね傾聴力ですから、傾聴の初歩の部分をですね、非常にこう体系化されたものとして、確認してもらえたらいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。でこう中見るとちょっとこの背景黒巻きなんで色変わっちゃったりするんですけど、まあイラスト入ってたりして非常にこう読みやすく、なってるものですのでね、はい。であとは、まあ、簡単な一人とか複数人でできる練習のワーク、子供でもできるようなワークっていうのも入れてありますのでね、ぜひ、まあ、私としてもこれちょっとチャレンジな企画ではあったんですけども、今年の入った頃でしょうかね、2020年になった直後ぐらいのお話いただきましてね、本当にこうイラストレーターさんも入っていただいて、可愛らしい絵がいっぱいありますから、どなたか見ていただいても読みやすいですし、で文章もね、非常にこうページ単位でしっかりとまとめられててですね、まあ、もう入門書としてきっちりと体系立てられておりますのでね、ページ数はねそんなに多くなくて128ページぐらいですから、子どもでもあんまりこう気兼ねなく読めるぐらいの量ですけども、まあ、一応3色刷りのねカラー印刷になってますのでね、パッと見て読みやすいんじゃないかなと思います。はい、ですのでね、まあ私も
2010年かな、一番最初の本を出させていただいて、まさか人生の中で5冊も本出させていただくことになると思ってなかったのでね、まあ光栄だなというふうに思いながらね、ちょっとこう、皆さんにまた新しい切り口の岩松の慶長っていうのをお届けできることを嬉しく思っております。で、過去いくつか私本出してるんですけれども、まあ今からですね、さっとこうアウトラインですね、慶長のアウトラインをもうしっかりとこう骨太の部分、根っこの部分をね、まあ腰ですか、腰の部分を知りたいと思う方にはこれが一番読みやすくていいんじゃないかなと思いますので、ぜひここから復習にももちろん使えますし、これからゼロからって方にはもちろん最適な本になってますのでね、ぜひお読みいただきたいなと思います。リンクは概要欄に入れておきますのでね、こちらの方をお読みください。ということで、13歳からの慶長力向上バイブル、6月18日発売になりましたというお知らせでした。それではまたお耳にかかりましょう。日本慶長能力開発協会では、慶長の初心者だけでなく、慶長を学んだけれどもまだよくわからないとか、練習すればするほど混乱してきたという人の疑問を解決するための慶長の講座をやっています。まずは体験会に来てみてください。